薄いなんですけど、やばいんですけど。はい、練習終わって帰ってきました。今日はこの後チームメイトとスパイクを買いに東京まで行ってきます。地域リーガーは基本的にスパイクは自分で買って用意してます。原宿行きます。行ってきます。マック映しちゃダメじゃない？マックはマックです。コーヒーください。ホットコーヒー。ホットコーヒー。ホットコーヒーで。サイズが S か M です。 S か M。 S で4つですか？いいよ、4つで。俺アップルパイ食べたい。とアップルパイ、はい、1つポテト。ポテト一番臭くなるよ。極端ね。ポテトのサイズ M。 M。あ、やばいじゃん、YouTube のさ、ポテトやったんだってよ。はい、やべぇ、カザノデブス。よろしく、チケット。13個を受けたい。あ、これ絵の俺らと同い年。めっちゃポテトのね、ベルスパ。そう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 。ありがとうございます。いただきます。ごめん。あー、サンキュ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 ー。あ、お前さ、ポテトはさ、温度が命なんだ。早く渡せよ。やばいやばい。それは言えてます。池田あれだってさ、ブラック入れた後めちゃめちゃ入れてるっしょ。何を？甘いの入れないよ。もう一回こぼしてる。あれ椅子の上に椅子マジ北が切れそうなんで。いや、めちゃめちゃ取ってるやん。めちゃめちゃ取ってる。練習してる。使える部分使ってる。お前映り方気にしてさ、持つなよ、コーヒー。腹立つ。何が？全然気にしてないよ。外見てね、ちょっとチラッとね、見てね。あ、気づかすんだよ。お前、伊之助だよ。ちょっと申し訳ない。伊之助じゃないですよ。各自と。各自は。これ、かっこいいじゃん。紐なし。やっぱりこれだよねみたいな動画。あ、もうリリアなんですよね。かっこいいじゃん。かっこいいね。これいいっすよ、これ。かっこいいじゃん、それにしない。いや、目立ちすぎ。それがかっこいいね。いいっすか？いい。ああ、いいじゃん。いや、何お腹が痛みにする。やばくない？何？やばくない？あ、道？捕食、捕食。食べたいもん食べたくない？ああ、日本ホールストレス溜まっちゃう。それ食べたいもの食べないで我慢したらっていうスタンス。ストレスが一番良くないですもんね。そう、俺はね。俺もそう。俺、池チューブには出れないわ。アンチ、アンチ池だ。アンチ出る。これうまいもん。それうまいっすよね。これお菓子だよ、ほぼお菓子。どれです？これなんてやつ？これ選手村っすよ。え、これ？うん、マジ？うん。
今このシリーズってこの色が一番新しいんですか？多分なんか新しくなったんですよ。ですよ。いるんかな他にあのスパイクマニアの人とか。スパイクマニアお前。みんなの2足で。かかとはある方のはやめだ。ある方は 7.5 しかないって言われて。あっちの方が高いの。あっちの方がちょっと高い。何が違う？かかと？かかとがあるかないか。それだけで。これ。うわ、これ映んだよ。色が。いや、色見づら。色が見づら。これさ、光っちゃった。ダンゴムシ。ダンゴムシスパイク。でも履きやすかったんでしょ。これ？これめちゃめちゃいいよ。皮を包まれてる感じ。紐ない方がいいんすか？いやどうなんだろう。実際さ、なんか紐締めても変わんないスパイク増えてきたよ。うん。何センチ？何？なんか浮き輪の匂いする。わかるよ。ビニールの匂いする。わ、ディズニーランド行こうよ。今。わあ、ペロってしたこいつ。高校ちゃん。ダメ、はい、ダメ。このジャンケンする？え、11分の使う？わかる。めっちゃ近くね。あー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 、やめてよ。あああ今日は同意？同意っすか？同意。男気ジャンケン、ジャンケン、ポイ。うわやばい。ジャンケンジャンケンジャンケンぽい。はい、こうでしょ。うやらせっしょ。やらせじゃない。はい、今帰ってきました。で結局僕は、プーマのフューチャー 5.1 の FGAG を買いました。去年はずっと1年間アシックスを履いてたんですけど、あ、一番最近では DS ライトの X フライを履いてました。基本アシックスは結構好きで、足にも合ってたので履いてたんですけども、僕のちょっとね、蹴り方が悪いっていうのと、キックが下手でよく地面を蹴ってしまって、すぐ壊れてしまうっていう、僕が悪いんですけど、なので、今回ちょっと気分も変えてこちらにしました。プーマも昔は履いてたんですけど、でも最近のプーマのデザインとかあの作りとか結構いいなって思ってたので、履いてみたいっていう気持ちもあって、はい、ただこれですね、プーマ紐もついてます。で僕サイズは28買いました。 DS ライトはあの革があの天然というか、俗に言うカンガルーの革でだったんですけど、これは人工的な革なんですけど、柔らかくて、で履いた感じもすごいフィット感があったので、いいなと思って、しかもその分壊れにくくなってると思うので、すぐ壊さないように、履いていきたいなと思ってます。僕は、自分用の中敷きを、作ってるので、それをもともと入っている中敷きを取って、作った中敷きを入れて履いてます。でなんで自分で中敷きを作るのかっていうと、僕の足の作りというか構造上、大脚で内股で、結構足に負担がかかってしまうので、よく昔は新スプリントとかそういう怪我を していたんですが、自分に合った中敷きを、作って使うことで足に負担がかからないので、それを使ってからそういう怪我もなくなりましたし、なのでいつも作り行ってます。今度東京に行って自分の中敷き、またスパイクに合わせて作るので、これも一緒に持って行って、中敷きを専用のものを作ってもらいます。
んでいるから。